鉄道模型ショーは、日本の鉄道模型業界団体等が開催する、鉄道模型の展示会の総称である。特に歴史が長い下記の2つの展示会のどちらかを指す場合が多い。鉄道模型ショー日本、N ゲージ鉄道模型工業会が主催、東日本旅客鉄道が後援している、鉄道模型の展示会。N ゲージが主体。日本鉄道模型ショー日本鉄道模型連合会が主催している、鉄道模型の展示会。16番ゲージなどが主体。鉄道模型ショー2015毎年7月末の水曜日から6日間、東京都中央区銀座の百貨店、松屋銀座で開催されている。通称は N ゲージショー、松屋ショーなどである。会場内には、関水金属とトミーテックが制作した集合式大型レイアウトが展示されるほか、壁際に出展各社のブースが配置されている。子供を対象とした N ゲージの運転を実際に体験できる運転体験コーナーも用意されている。また、展示会場外には販売コーナーが設けられており、関連商品を扱うメーカーや流通、販売業者により、N ゲージメーカー各社の鉄道模型や鉄道グッズの販売が行われている。また、販売も兼ねて、こちらに出展するメーカーもある。1979年に、明日へのホビー N ゲージ、伸びゆく日本の鉄道模型ショーとして、第1回を開催。翌年の1980年は、日本鉄道模型連合会との共催であった。第1回から数年間は、東京都千代田区北の丸公園の科学技術館を会場としていた。ショーの名称は1980年以降は、長らく全日本鉄道模型ショーの名称を使用。また当初展示されていた集合式レイアウトは出展各社が制作したジャントラク企画のモジュールを一堂に連結したもので、線路上には出展各社の車両が肩を並べて走行した。2017年は松屋銀座が改装工事に伴いイベントスペースを定期テナントが使用することになり、開催中止となった。2018年以降も開催予定がない。毎年10月末の週末に東京都大田区蒲田の大田区産業プラザで開催されている。通称は鉄方議連賞である。1980年には日本 N ゲージ鉄道模型工業会と共催したこともあったが、長らく東急百貨店日本橋店にて夏季に単独で開催されていた。同店閉店後、現在の会場に移るまで東急百貨店、東横店を会場として開催が続けられていた。上記の2つの展示会以外にも、鉄道模型ショーや展示即売会は開催されている。中でも、鉄道模型振興会が主催する横浜鉄道模型フェスタ、名古屋の百貨店、丸栄が開催する鉄道模型展は、近年継続して開催されている鉄道模型ショーである。なお後者は2018年が最後となる。静岡県のツインメッセで開催される静岡ホビーショーや千葉県の幕張メッセなどで開催される全日本模型ホビーショーなど各地で開催されているプラモデルやラジコンなどの模型ショーに鉄道模型メーカーが出展する場合もある。また、東京国際展示場で開催される鉄道模型愛好者団体も参加する総合鉄道模型イベント国際鉄道模型コンベンションにも多くの鉄道模型メーカーが出展している。個人やグループ、ガレージメーカーなどを主な対象とした鉄道模型市やジャンマフェスティバルに参加する鉄道模型メーカーもある。ありがとうございます。